ったなんか生まれてよかった。小学生の頃、いつも母は綺麗でいい匂いがして、ちょっとだけ寂しそうに見えました。そしてうっさい、痛い、痛い。どうしたの？お母さんにされたの？子供の頃のこと思い出すと修羅場みたいな記憶しかなくて。それってさ、めんどくさくて長い話始まるでしょ。私たち今のタエちゃんが大好きだよ。よし、みんな愛っとるよ。タエちゃん、お願いがあるの。タエちゃんには本当に笑ってほしいの。お母さんのこと一生このままで後悔しないか。親に変わってほしかったらまず自分が変われ。出たって。負けてたまるか。何勝手なことしてんの？さあ、どうぞ。理解は気づいた方からすべし。パパ、僕がいるから。母さんも頑張ってよ。これは母の愛をつかみ取るまでの息子の物語。母さんがどんなに僕を嫌いでも